今回はね、天然の酵母のクリームパンですね。では、天然酵母2枚やってるんですけども、結構たくさんシリーズとして出されてるんですね。で、天然酵母のクリームですね。うん、やはりこれもいつもなら柔らかい。で、柔らかの中に、うちわもかさがいい。非常にこう、なんとも言えない柔らかさと、美味しい感じですね。そして柔らかさの中にふんわりと感じる、このチーズというかクリームの味わいですね。やっぱりこの発酵するパン生地っていうんですかね、それを大量に使ってるんですけどね、なんか聞いたことあるので、それをたくさん使うことによってパンを膨らませる、ものをたくさん使うことによって、すごくこう大きさがふわーっとした膨らむっていうのを聞いたことあるんですけども、なかなかの美味しさね。それをこれで、いい味を出しになったらいいんですね。なかなかの美味しさと、パンの柔らかさが美味しくて、なかなかいい味じゃないですよね。これ非常に、ほんとふんわりとふっくらとしてて、この美味しい味わいが、なんて言うやつ、いい香りと味だなっていう感じですね。どうもありがとうございました。